やはりその時のこう被災地っていうのはまだ食べるものがなかなか手に入らなかったりとか住む問題とかその優先順位というのはそちらの方が高かったんですね。その中でやはり一番その受験生っていうのがもう目の前のその受験勉強が差し迫っているという一番そのシビアな状況にあると思いまして、何か学習支援ができないかと、はい、思った次第です。学習面でのサポートということでは、やはり大学生が中心となって行っております。スタッフの中には、やっぱり地元の方の協力もいただいたり、また、まあ、違う、まあ、首都圏の方の、まあ、スタッフ、まあ、いろんなところから、まあ、手伝いをしてもらっています。はい、私は2年前に留学生として日本に来ました。もともとハイチ、カリブ海ハイチ出身で、その日本の地震があった時に、まあ、ハイチにもその2年前に地震があったから、日本の地震があった時に結構ショックを受けました。ハイチでそのいろいろ活動してる日本人の友達もいるから、私もなんかやらないといけないと思いました。前回、受ける側で参加されていたんですよね。その時の気持ちとかをお聞きしてもいいですか？新しい人との出会いっていうのが一番大きな体験だったと思って、でその人と出会うことが楽しくなって、で大学生になってからもそのいろんな人と出会おうという気持ちが生まれたんで、そういう面で自分は大きくなれたのかなっていうふうに思いますね。こういう活動を切らさないで自分たちも先輩方に続いてやっていきたいと思うので、どんどん自分からやりたいという気持ちを持って参加してくれたらすごい嬉しいと思います。昨日も今泊めていただいているお家の方が言ってたんですけど、こうみんな日本人なんだっていう言い方をしてらっしゃって、あ、そうだな、本当そうだと思って、する側される側、東北の人、東京から来てる人っていうあれじゃなくて、みんなでこのまあ震災乗り越えていくんだっていう、そういうものを東北に来て初めて肌で感じましたね。私は震災のおかげでっていうのもなんだけど、ね、なんかだからその震災がなかったらこういうお友達も私もね、うん、みんなからお母さんお母さんってこう言われるんでさ、うん、いっぱい子供できて、ね、本当に、ね、楽しいです。変な目にあったけどなんか結構ね、うん、本当に私にとっては本当に良かったです。